で、たくさんのようこそ、どうもたくみです。ザ・ダイライトスマッシュブラザーズ、アドベンチャーモードやっていきましょう。じゃあ次のキャラは、じゃあ、キャッパロでやってみますか。今度は多分倒せると思います、キラー。さっきはもうあと寸前まで行ったんですよね、まあ、前回。キャプテンパンチ、当たらないという。空飛ぶ最強の、おお、結構食らうね。当たんない、わざわざ当たりにくるんじゃないよ。あー、ミスった。これは空飛ぶポケモンがキャラがいいですね。じゃあ次のファイターは、キリオ。なんで？じゃあこっちで次のキャラで終わる。って言ってじゃん。じゃあ次のキャラで終わりにしたいと思います。じゃあカービィですね。カービィなら多分倒せます。でもあんまり倒す気配がない。あれなんで？できるの？あんまり食らうことがない。キャッパロマとかが空飛べたらいいんですけどね。多分頑張ればいきます。あれ、吸い込む技しか邪魔なんですよ。よし、なんとか空飛んで帰ってきました。またカービィで復活はちょっとやめてほしいんですが、どこに行く？あ、全、うわ、ちょっとこの人、ちょっと今キラー倒すのに忙しいんですよ。まあ復活しちゃった。当たんない。あ、ミスった。じゃあここで終わりにしたいと思います。バイ。